はい、s, s is Yasuyo。e は t フ d ルデザイナー i c 自分のワークでフィールドを作り出すです。ジョコちゃん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はいあの。前にも言っ かなと思うんですけど新しい働き方とか、はい、そういうことについて以前の YouTube でしゃべったことあると思うんですけど、うん、まあ今日はそれのもう少しその自分の働き方というかワークで自分のフィールドを作っていくみたいな話をしていこうかなと思います。はい、はい、で 今までだったら、まあ多くの人は誰かのフィールドで、うんえー、まあ例えば会社っていうフィールドとか、組織というフィールドの中で、うん、その自分が与えられた役割をこなすっていうのが、まあ大半の働き方のベースだったと思うんですよね。うん、はい。うん。でもここからは、えー、それが全てなくなるとは思わないんだけど、 その自分という自分っていう存在が作り出していく新しいフィールドみたいなものを作っていくっていうのがこれからの新しい働き方になっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですが、うん、感じそうに感じる何かなんとなくそんな感じになっていくんだろうなっていうのは。 ああそうですねはいなんとなく感覚として感じる部分はあります。うんうんうん、ってことはその自分を表現することが働くことっていうことになっていくんだろうなっていうのがこれからの新しい時代の、まあ、働き方になるんだろうなっていうふうに思うんですよね。でじゃあ自分を表現するって。 すごいまあ抽象的な言い方なんだけど自分自身を表現することによりそのいろんな循環だったり豊かさが生まれるって考えた時にじゃ自分が自分から出せるものって何なんだろうってやっぱり思うと思うんですけど、うん、それって全員が持ってると思います その人から表現。まあ、表現するって、生きてるだけでま自分を表現してるとも言えるんだけど、自分の中にあるんだあ。私はこれを表現していきたいんだな、みたいなことを知っていくことが、結局、その何をして自分が働いていくのかっていうところに、 やっっぱなながるるヒントになってくるのかなと思うんだよね、うん、そうですね。うん、で人ってあの才能がみんなそれぞれあると思うんですけど、それってなんか他人、はい、第三者から見るとすごくすごいと思うことも本人にとってはなんか当たり前息を吸うようにできるから気づきにくいっていうこともあると思うんですよね。なので、はい 資格を取得何かこう自分に何かプラスつなんかこう身につけなくちゃみたいな感じをやってきたんですけれども、うん、それはもうなんかいらないような感じ自分の中にあるものだけで、うん、もう本当はみんなたくさんある。 んだろうなっていうのはあるんですねだからそこのマインドの部分でちょっとうんうんうん引っかかっちゃうというかねそうだよなんか働いてその対価を得るみたいな方程式の中でこう自分が簡単にできるものでなんか対価を得ちゃいけないっていう感覚って昔あったと思うんですよね <laughs> 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 えそんなことで <laughs> そんな、うん、いいよいいよみたいなうん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 やっぱ頑張って努力してるから対価をもらえるんでしょうみたいなそういうマインドがやっぱり私たちの中に強く残って、まあ、まだ残ってるかもしれないんだけど、うん、だからあえて自分ができないことを頑張って取得して頑張って てるからそこに対価が生まれるんじゃないかみたいなそういうマインドがまだあるかもしれないよね。うんうん、で簡単なこととか自分が当たり前に得意でさらっとできることがその商品になるとはちょっと思えないっていうところが今まであったのかもしれないですね。はいうん、だけどその 人それぞれいろんな人生があっていろんな経験があってその中で自然と培われてきたことさまざまなことが本当は誰かの役に立ったり誰かが欲しいものだったり誰かが必要としてることだったりするっていうのは、うん、だんだん今そっちの方に流れ始めてるような感じはするんですけど。うん、うん だけどだから今度それを自分が自分の中から取り出して何て言うんだろうあこれだこれがあったなっていうことを取り出して今度それをそれにスポットライトを当ててあげるっていうかその自分の中にあるものをどうやってお披露目するのかっていう今度こっちの方がテーマになってくるのかなっていうふうには思うんだけどね。うん、うんうん だそこは今まであまり多くの人がやってこなかったことだと思うからそこが難しいのかなっていう感じはします。自分の中にある、うん、あるなって思うものを切り,切り抜いてっていうか取り出してそれをさらに表現していくっていうのが、うんうん、今これから新しい時代の働き方には すごく必要ななエッセンスかなっていう,ふうには思っんうん、うん、でここはでもテクニックでもないしノウハウでもないしこうやればそれがあのそれに人が集まってくるよっていう感じでも今ないんだよねうんうんうんそうなのでその自分を表でもこれ順番がやっぱありますよねその自分にまず あ自分の中にあるんだってことに気づくことから始まるし、うんうん、でそのあるって分かってから今度それをどうやってあの表現していくのかっていうところも次のステップであるし、うん、でその自分のフィールドっていうか自分が作り出す世界観をどうやって、まあ、この世界に 表現していくのかっていう、なんかこのステップがやっぱり。必要になっていくのかもしれないんだけど。うん。うん。なんか。どこら辺が難しそうなのかな。私なんかもうずっとやってるから、ちょっと自分で分かんなくなってるとこがあるかもしれないです。うん。どこら辺が難しいか。うん、そう。うん。そうですね。なに、まあ、何を、<れ>何をどうやる。 何をどうやるかのせ絶対的正解はないんだけど、うんあのー、まあ一番でも基本的に大事なのは自分の自分が出しているエネルギー状態がすごく高いことっていうのが。 基本姿勢そこが大事かなと私は思っていてだから自分の中にあるものがあってそれを表現しようとするっていう自分そのもの自体がやっぱり高いエネルギーだとそのエネルギーがやっぱり商品に乗ってくるっていうか自分が提供するものに乗ってくるので、うんうん、だから。 ってことは部分でではないんんんだだよよねねてろううそす部分的なものじゃなくて全体的なものになってくるっていうかううん、うん例えばさそのまあ私がじゃあある人が好きだとしたら、うん、その人のエネルギーが大好きだからその人が出すものだったら何でも欲しいって思ったり私はするんですよ。うんうん,、うん、なんかその人がいいって言うなら絶対いいよねとか。<laughs> その人が勧めるならうん、うん、あ絶対この人が勧めなら絶対これ素敵なんだろうなみたいな、うんうん。っていうことはなんか商品っていうよりはもうその人っていうその人そのものが出すものがいいっていうののエネルギーで感じ取ってるっていうことになってくると思うし。うん 今ってなんかそういう時代に入りつつあるのかなっていうふうには思うんですよね。ははいいううううん、うんんそってことはその商品がいい悪いっていうよりはやっぱりその大元のその人自身のエネルギーっていうところにみんな反応し始めてるような感じがします。 うん、うん、そっかじゃあその何を販売するのかとか、うん、そのマーケティングの手法はとかそういうことじゃなくて、うん、っその人自身の魅力そうということは、うんうん、その人自身に帰ればいいのかな、うん、そう本当はそうなんです。ううん、うん、うん その人がその人そのものらしく輝けばあとは本当は何を出してもいいよねってことうん、うん、そ,のその人の魅力っていうかその人が持ってるエネルギーそのものがすごい高い状態なら、うん、まあそっからでもその状態がゆえにいろんなものが生まれるんだけどうんその状態で生まれたものだったらやっぱり。 そのエネルギーがすごい高いものであるので、うん、ここにみんな魅力を感じるよね。っていう感じかな。うん、うん、まあ、それとは別にそのいわゆるマーケティング手法っていう。ずっと知の時代にやられてたこと。うん、うん。そのコマーシャル打って何度も何度もコマーシャル打って。うん,う,んうん。なんかみんながそこにこう。 知らず知らずに無意識レベルでそこにあこの商品はみんな買ってるから私も買った方がいいのかなみたいな、うん、そ,うそういう戦略みたいなのももちろんないわけじゃないんですけどうん、うん、でも自分を表現していくっていうその自分から始めていくっていうやり方だとするならばそこはもうちょっとやり方はもう違うのかなっていうふうには思ってるんですけどね。ううううんうんうん、うん うん、なのでもうそろそろそのテクニックとかマーケティングとかノウハウとかこうすればこうなるっていうデータみたいなところじゃない世界に突入し始めてるので、うん、何がどうなるかわからないんですよ、はい、もうこっからは。 今まではねなんか王道ルールみたいなのが多分あって、うん、こうやってこうやってこのマーケティングにはめ込むとこれぐらいの数字出ますよねみたいなところがあったはあったんですけどもう今の新しい時代のエネルギーって本当にやってみなきゃわからないし。うん、そのー だからもう究極言えばさ自分が表現したいものをただ表現していくことに尽きるんだけど、はい、うんそうでやってみてそのどういうふうに自分が感じるのかとか、うん、どういう反応なのかなとかそれを感じながらどんどん自分のフィールドをその広げていくっていう意識でやっていけばいいのかなっていうふうに思うんですよね。ううん、うん、うん うん、だからあまり難しく考えなくていいんじゃないかなっていうのがこの新しく何かを始めるっていうことに関して、うんうん、新しく何かを始めて自分のフィールドを広げていくっていうことは単に自分っていうものを表現していくに過ぎないっていうふうに最初から決めちゃえば、うんうん、じゃあ自分はどんな表現をしていきたいかなっていうふうに。 ひたすら表現していくっていうことをやっていくと、まあ、結果としては自分そこから生まれた自分のフィールドみたいなものが必ず生まれてくると思うんですね。だからポイントはなんかこう反応がないとか反応があるとかそこにその惑わされるんじゃなくて自分が表現してる自分が一番嬉しい。 っていうそのエネルギーから離れないことかなと思います。うん,うん、自分自身から離れないことうんだって。自分をひ、はい、本当に自分が自分を表現できてるときってすごく。自分自身が嬉しかったりするので、ま純粋に、ねうん、純粋にうんで、うん、その感覚から離れないようにしていけばうん。 あの今みんなが望んでいる自分から始まるなんか新しい素敵なフィールドみたいなものが広がっていくと思うし、うん、自分が好きって思ってる世界に入ってくる人は当然その世界が好きなわけなのでうん、うん、そしたらその自分が作り出す好きな世界に好きな人たちが入るっていう本当にいい世界になっていくんじゃないかなと思います うん,うん、うん。だから、はい、あまりテクニックに走らないで、自分の表現をライフワークにしていけたらいいんじゃないかなと思います。うんはい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、okay、so、We provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.